あとこのサリアン、俺この色は初めて見たよ。こんな色も見たことないよ俺。本当？塗ってんじゃないのこれ。いや、どう見ても純正っぽいんだよ、ね、純正っぽいな。でも知らないんだよこんな色、ね、シルバー、黒、うん、あんま見たことないな。津田さんも知らないんじゃ、本当にレアなんだな。記憶がない、うん、記憶がない、記憶がない。あとヤマハのサリアン、オイルハンマーでびっちょびちょっていうか、一人で漂白チェックと撮影を同時にやるのはすごく大変です、バッテリーつないでセルを回してみます。うわっ、うわー、ひでえ目にあった。なんか熊野プーさんの絵本を思い出す感じ。はい、先っちょちょっと削ってこれでやってみます。はい、サリアンシリンダーの中のオイルを吐き出させてフラグを削って今つけました。で、今頃武藤さん登場です。遅えよ、2時間遅刻だぜ君お仕置きだからね。はい、じゃあそこでオイルスプレー取って、はい、じゃあ拭いて。行くぞ、わかった、じゃあ撮影してくれ。あ、何でこれ、まだある。はい、え、今これ動いてる。うん、動いてる。え、タンク、はい、切れた。あ、ちょっと撮影できない。まあ、ひどい錆はないです。軽く錆びてはいるけれど。空気入れた？はい。サリアンはさっき合うフラグレンチがなかったんだけど、はい、あ、いや、動画ここに純正がセットされてました。グラグレンチとこの棒とかっこいいです。これ短くていいの？どこまで行ったらちょっと回せば入るとこがあるよ。ちょっと今日から硬くなってきたね。
おはようございます。今日はバイクの洗車と撮影をします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはですね、はい、ヤマハのサリアンというバイク、サリアン、うん、のチェックしたので、はい、ちょっと かかるかどうかわかんないけどやってみようか。はい、鍵がね、ええ、これ見てください。走行の前に始動っていうところがあるので、うん、本当だ、これ押す。エンジンかけるときは始動の位置、はい、うん、始動の位置にして、うん、そしたらキック、ロクロクキック、これか、 それを引っ張り出して、引っ張り出す、うん、そのキックする部分を曲げる、手で曲げる、こっち向きにクイッと、あ、なるほど、面白い、うん、全部やって、はい、そしたらそれを押す、踏む、いえ、いけんのかな、いくぞ、うん、あれ、ダメそうだな、お、かかったよ、すごい、うん、すげえ、言えた、そしたら、はい、鍵を走行の位置にして、はい、アクセルを吹かしてみて、うん、走りそうですね、うん、走りそうですよ、すごい、はい、やった、はい、サリアンでした。はい、じゃあちょっと乗ってみるか。え、どうしよう、 OK、 はい、行きます、うん、ゆっくりですが走ってます、全然走ってます、うん、わー走ります、問題ない、全くもう満体、はい、ヤマハのサリアン、はい、さっきちょっと乗ったから大丈夫だと思うけど、アクセルいきます、はい、ブレーキいきます、後ろブレーキいきます、はい、OK、 GDL Kumazawa